私たちはアミンチュを応援しています。見たよ、カイツブリ。来たよ、僕の街。6時だよ。知ったかぶり、カイツブリニュース。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。アニツブリからお知らせ。みんなこんにちは。僕はアニツブリ。お久しぶりじゃんの、ビバビワばあさんじゃ。今年も安のおっさんビワ湖一周半ギャがいよいよ始まったね。ついに悪が負けた。幕が開けたじゃな。これまでは新型コロナ予防の関係でおっさんのバーコードに触れるのもなしじゃったな。そうだよね、みんなエアーバーコードで我慢してくれていたけど、今年からは、ねえ、おっさん。キンコーン。解禁じゃ。それ。もし道でおっさんに出会ったら、おっさんのバーコードをなでなでできるよ。お待たせ。なでなではいいけど、浮かんといてや。足、しっかり数えてるしな。押してたら拾って。おっさん、ちっちゃい子はなぜかあごひげも触りたがるよね。お目が高い、ツリーやな。それを言うならツーじゃ。しのこのいてごめんね。それから今年はハイタッチもありだよ。もちろんうがいや手洗いなど予防はみんなこれからもしっかりやろうね。楽しい時間が台無しになったら天罰本当やな。本末転倒じゃ。さて、安のおっさん琵琶湖一周ゴミ拾いアンギャのスタートを記念してアンギャクイズを一問出すよ。問題です。安のおっさん琵琶湖一周アンギャは10月末まで歩きますが、途中お休みの月があります。それは何月？答えは8月。8月は暑すぎるので、安のおっさんビワイチアンギャはお休みします。また9月から再開、10月末まで歩くよ。みんな正解したかな？安のおっさんビワ湖一周ゴミ拾いアンギャ13周目。今年もゴミを拾いながら200キロを歩く安のおっさんを応援よろしくね。安のおっさんがどこにいるかは、ブログやツイッター、インスタをチェックしてね。知られざる滋賀の動画がいっぱいのウェブサイト、ウェブアミンチュー。例えばこんな動画がいっぱいです。安野さん SDGs ニュース。豪華なお座敷に並ぶ可憐な盆栽。長浜市の慶雲館で第8回長浜さつき盆栽展が開催されています。さつきはツツジ科ツツジ属の植物で、ツツジに比べて1ヶ月ほど遅く花をつけます。旧暦のさつきの頃に咲くことからこの名前がついたそうです。今回ね、8回目を迎えます。パチは展示しております。約30種類ぐらい持ち込んでます。外にも20前後ぐらいの種類はストックさせてもらってます。ずいぶんたくさんの種類があるんですね。サツキっていうのはね、3000種類ぐらいあるんです。後輩で生まれてきてね、それぐらいの品種登録したサツキがございます。盆栽展を開いたのは湖北さつき会の皆さん。会長さんもさつきの魅力に魅せられた一人だそうです。親の代から
まあ、ちょこっとかじっとんたんですけど、親がね、はい、僕もそのせいか、なんかサツキがね、好きになったんです。この季節になると綺麗な花も咲かせますし、すごくね、虜になったというかね。今回の盆栽展の見どころ教えてください。樹齢としてね、約150年、そうですね、まあそういったサツキをね、見ていただきたいと。古さでサツキのね、息吹を感じ取ってもらいたいと。色も形も様々なサツキたちが訪れた方の目を楽しませていました。盆栽展の感想聞かせてください。初めてなんですけど、綺麗ですね。梅の方の盆栽展を僕いつも毎年見に来とったんですけども、その時に今チラシいただきまして、でせっかくなんで一遍サツキも見てみようと思って、今回初めて、寄せていただきました。いや、梅とはまた違う素晴らしさ、華やかさ、いいですね。はい、サツキも掘れました。また盆栽作りたいと思います。あれとか、なんか大きくてびっくりしたし、お庭がね、広くてね、びっくりした。ね、お花綺麗だったね。昨年寒暖の差が激しかったため、今年のサツキは花の数が少なめとのこと。しっかりした花が咲いてくれてね、それが唯一の喜びですね。綺麗な花を咲かしてくれると、それにつきますね。第8回長浜サツキ盆栽展、6月4日までの開催です。こんな楽しい動画がどんどんアップされるウェブアミンチュ、みんな見に来てな。今日のエンディングはこちら。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。見逃し配信やってるで、ウェブアミンチュで。